それでは次の問題です。お風呂に入った時にしーちゃんが最初に洗う体の部位は？それは立ちました。体力回避フラグちゃん。さあやってまいりました。死亡フラグを一番知っているのは誰だ？死亡フラグ王。いや、いきなり何これ。何ってクイズ企画に決まってるじゃん。わしも何も聞いとらんぞ。マダ君に会えるって言われたから来たのに。いや、実は神様に面白い企画があるからやってくれって頼まれたんだよ。面白そうだから僕も乗っかっちゃった。展開ってノリ軽くない？ちなみに優勝者には神様から豪華商品がプレゼントされるよ。マジ？ドラッグボールとかかな。負傷も棒、精一杯頑張らせていただきやす。チンチクリンのクイズなんて気乗りしないけど、ライバルの情報は欲しいわね。なんでわしまで。それじゃあ早速死亡フラグを始まるよ。第1問、死亡フラグが一番お気に入りのピンは？お気に入りのピンね。フラグちゃんっていつも頭にいっぱいピンつけてるよね。あのチンチクリンがつけてるピンなんて興味ないけど。くだらんな。それじゃあ回答オープン。やっぱドクロのピンでしょ。死亡フラグだしね。標識のピンじゃない？あれが一番可愛いと思うわ。雷のピンじゃないか？二つもつけておるしな。さあ正解者は現れるのか。インタビュー VTR を見てみましょう。この映像は？しーちゃんにインタビュー企画って言って撮らせてもらいました。クイズに使うとは言ってないけど。無許可？一番お気に入りのピンですか？正解は？実は頭につけてるの全部がお気に入りなんです。選べないから全部つけちゃってて。ということで正解は全部お気に入りでした。ズカーッ！最初から難易度高くない？一筋縄ではいかないわね。くそ、次は正解してやるぞ。その動きをやめろ、気持ち悪い。はいはい、次の問題いくよ。第2問、しーちゃんは寝る前に何をするでしょう？これは引っ掛けでしょう。何もしないが答えだ。モブ君思い切ったわね。ガマの手入れかしら。わしは読書じゃ。引っ掛けが来ると思わせて普通の問題を出すパターンかもしれん。みんなの回答も出たし VTR 行ってみよう。寝る前ですか？布団に入って普通に寝ます。お、俺は正解じゃないか。でも結局寝れなくてちょっと本とか読んじゃいます。これはわしが正解じゃ。だけどそれでもダメで、気持ちを落ち着けるためにカモを磨き始めて、そのままいつの間にか寝ちゃいます。これは誰が正解なの？正解はとりあえず布団に入って寝ようとするも眠れなくて本を読み始めるけど、読んでいてもすぐに飽きてしまいカモを磨き始め、結局そのまま寝落ちするでした。説明が細かすぎるよ。さて第3問、フラグちゃんの好きなひらがなは？ひらがな？その問題いる？一向に正解する気がしない。ここはシンプルに死亡フラグの死だ。ここはフラグのフでしょ。せいちゃん、理由はわしが好きだからじゃ。せいちゃん投げやりに答えてない？じゃあ正解 VTR いきます。好きなひらがな？ほですかね。見た目と響きが可愛いです。はい、正解はほ。また全員不正解。こんなのわかるわけないよ。シンジ君、ダメよ逃げちゃ。クイズから、何より自分から。貴様らは何をやっておるのじゃ。それでは第4問、しーちゃんに突然モノマネをしてくださいと言いました。そこでしーちゃんがやったモノマネは？犬。フラグちゃんに複雑なモノマネができるはずないわ。私は猫。にゃー。お主らやけくそになってないか。わしはウーパールーパーじゃ。いや、生存フラグさんはなんでウーパールーパー？ウーパールーパーも可愛いじゃろ。はい、それじゃあ正解 VTR いくよ。モノマネですか？パンダのモノマネいきます。にゃーにゃーにゃー。これでいいですか？正解はパンダだよ。パンダはニャーなんて鳴かないでしょ。私はほぼ正解じゃないの？あやつのモノマネはあれしかないのか。第5問、しーちゃんが1日に摂った最大摂取カロリーは？食いしん坊なフラグちゃんのことだからな、1万キロカロリーくらい。ここは思い切って5万キロカロリーよ。ならばわしは10万キロカロリーじゃ。あのサイズでどこに入るの？本当にあやつの食べっぷりは恐ろしいからな。はい、サクサクっと正解 VTR 行ってみよう。1日最大どれくらい食べたことがあるかって？ピンナッツ500個とショートケーキ100個と芋けんぴ250個と大福餅100個で、だいたい30万キロカロリーくらいですかね。これ
ってそんなに多いですか？正解は30万キロカロリー。本人は全然自覚がないのが恐ろしい。なんであいつは太らないのよ。全然正解できん。まだ正解者は出てないね。そんなに難しい？もっと優しい問題出してよ。安心してよ、次はサービス問題だから。クイズもいよいよ後半第6問。それでは次の問題です。お風呂に入った時にしーちゃんが最初に洗う体の部位は？そういう意味のサービス？普通に腕からじゃない？これなら正解できそうな。足からとかじゃない？私は足から洗うわよ。むぬ。さてここから正解者は出るのか、 VTR 行ってみよう。お風呂の時どこから洗うかって、それって本当に必要な質問なんですか？それは答えられません。正解は恥ずかしくて答えられず逃げ出すでした。また不正解か。ちなみに生存フラグさんは胸から洗った。セクハラじゃ。ここまで正解者が出ないなんて、もうみんなしーちゃんのこと分かってなさすぎじゃない？次で最終問題だよ。ということは次の問題を正解した人が優勝？そうだね。最終問題にはしーちゃん本人に答えてもらいましょう。これ何ですか？それでは最終問題、しーちゃんが今まで立てた死亡フラグの中で一番好きな死亡フラグは？これは勘で当てるしかないわ。山奥の洋館で殺人事件が起きて一人で帰ろうとしたら殺される死亡フラグとか？地球滅亡とかはどうじゃ？確実な死亡フラグじゃろ。無謀君は答えないの？これだ。俺この戦争が終わったら結婚するんだ。そんなベタなやつ？ベタすぎるじゃろ、そんなの当たるわけ。正解です。何？理由はその無謀さんに一番初めに立てた死亡フラグだからです。私にとって思い出深いフラグです。それから、ということで優勝はモボー君です。おめでとう、コロンビア。全然聞いてない。ちなみに優勝商品は後日モボー君の家に届くよ。変なものじゃないですよね。よっしゃ楽しみ。翌日、お届け物です。もしかして優勝商品かな？まずはお手紙をどうぞ。何何？死亡フラグ王優勝おめでとう。死亡フラグ T シャツの在庫をいっぱい抱えちゃったから今回の景品にしました。毎日来てね神様より。うわー、大量の T シャツが俺の部屋に。立ちました。てこの惨状は、助けてくれ。モブオさん、モブオデッドエンド。と思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。